ド&ベパレージショーの責任者のレイさんです。よろしくお願いします。まずすごいもう大盛況なんですが、このイベントを始めようと思ったきっかけとかはありましたら聞かせてください。あ、はい、D-Way Foods は日本食の卸をやっている会社で、約4年前にお客様に、私たちのお客様はレストランさんなんですけれども、お客様に私たちの商品をもっと深く知っていただきたい、それから新商品を知っていただきたい、でそれに合わせて私たちが持ってきている日本酒とどういうふうにペアリングしたらいいのかっていう勉強会みたいな形で始めたのがきっかけなんですね。それが4年前でした。最初はレストランさんのオーナーさんとか、あとはバーのマネージャーさんとかでしたので、だいたい100人ぐらいの方がいらっしゃっていただいたんですけれども、はい、日本食の素晴らしさっていうことで、築地からのお魚とか、それから日本酒を持ってきて、もっとパブリックの方が何やってるのみたいな形で、パブリックの方も入ってきて、じゃあパブリックの方にもこのショーを知ってもらおうということで、パブリックの方にも開いたのが2年目なんです。そうなんですね。はい、試食とか試飲とかできたものっていうのは BC 州でどこでも手に入るようなものなんでしょうか？ですね、お酒に関してはもう 100% BC 州に登録はされています。ただ実際その BC リカーストアで並んでいるものと並んでないものとある商品があるんですね。ですので一般のお客様はこれ飲みたいわって言って BC リカーストアに行ってもアベイラブルではないです。やっぱり、はい、ただ日本食のレストランさんでメニューとして入れていただく商品になってますので、はい、日本食のレストランさんで食べていただく、飲んでいただくという商品になります。わかりました。じゃあレイさん、今日13社も日本から来ていた日本酒なんですけれども、はい、どれも本当に美味しかったんですけども、ありがとうございます。今こう日本人の中、バンクーバーに住んでいる日本人プラスノンジャパニーズの方とかも加えて、いろんな方が日本酒をたしなまれると思うんですけれども、どのくらい浸透しているものなんですか、本当の日本酒っていうのは？本当にまだまだだなっていうところが実際、まあいろいろ理由があるんですけども、まず一つ目はその日本酒の本当の美味しさを知らない、うん、だから日本のお寿司屋さんに行くと、まずホット酒をくれ、うん、そこからやっぱり入ってらっしゃる方がほとんどなんですね。でやっと最近、あれ、なんか他のお酒も入ってきたなっていうふうに分かってくださる方がいたりとか、ワインからの延長線で何かもっと美味しいものを飲んでみたいっていう方たちは増えてるんですけど、本当にそれはもう 5% ぐらいのマーケットだと思います。まだですか？まだですね。ただバンクーバーにもものすごい日本酒の輸入業者の方が増えまして、うん、ここ多分5年ぐらいで商品登録だけでいうと多分200種類ぐらい増えたと思うんですね。そんなにあるんですね。ただやっぱりまだ飲むそのお酒を知らないっていう方たちが多い中で、私たちがどんどん教育していって、うん、それから日本食のレストランさんでそういったものを扱っていただいて、あそこのレストランさんで飲んだからっていう風な延長線で、そのうち小売店の方に行くといいなって思ってます。知らない人たちが小売店に行って並んでたところで、それは手取らないものなんですね。確かに。そうなんです。じゃあ最近のトレンドとしては、この後こうどのような感じで伸びていくと思われますか？そうですね、5年前から比べるとはるかに地酒のニーズっていうのは伸びてまして、うん、私たちも売れている商品、お魚、お酒の売れている商品っていうのがものすごく伸びました。だいたい地酒でいうと倍はこの5年ぐらいで伸びたんですね。ただあまりにも小さかったので、そこからの倍っていうのは多分簡単だと思うんですね。でこれからもこれからに日本酒、美味しい日本酒が知られていくことによって、どん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 伸びていくと思います。で日本食レストランだけでなく、こういった中華料理屋さんとか、あと白人さん の白いテーブルクロスで食べるようなレストランとか、そういうところで地酒をワインリストとして扱ってもらえるようになると思います。素敵ですね。私たち日本人なので、日本とカナダの駆け足っていうことで、日本食、和食は日本の文化でユネスコにも登録されていることですので、ぜひ
私たち日本人がカナダのローカルの方に日本食、本当の日本食を知っていただこう、うん、本当の日本のお酒を知っていただこうという目的で力を入れてやっているショーです。素晴らしいと思います。もうなんかオーセンティックな日本でしか食べられないようなものとか日本でしか飲めないようなもの、本物が来ているショーだと思いました。ありがとうございました。